今日はスパイクを買いに行きます。はい、スパイクを買ってきました。これですね。ミズノのスパイクを買ってきました。こちらの、モナルシーラネオ2ジャパンという、スパイクにしました。まあ僕ずっと、ナイキとか、基本的にナイキをずっと履いていて、前に水野がすごくいいよってことを、教えてもらって水野一回履いたんですけど、すごく履きやすかったので今回も水野にしました。これマジで履きやすいです。で、今回このスパイクを買わせていただいたのが、実は皆さんがこうやって見ていただいている YouTube の収益がコツコツと貯まりまして、スパイクを買えるぐらいまで貯まりましたんで、そのお金で買わせていただきました。ありがとうございます。本当にありがたいです。本当に YouTube 始めて何年だ、2年ぐらいかになりますけど、コツコツと貯まりまして、こういう風にスパイクを買えるようになりました。実はこの赤いスパイクと、もう一つ、これモナルシダネオ2ジャパンでしょ、モナルシダネオ2エリートっていうのがあって、白と銀のやつと白と金のやつがあるんですけど、それの、白と金のやつを、今ネットでちょっと注文してるところで、なのでこの赤いのと白と金のスパイクで2足買ったっていう感じになります。本当にこれ在庫とか全然なくて、これ本当はこれもネットで買いたくて、まあ、どこも在庫がないっていう風になってたんで、大分のスポーツ用品店にこう電話して、在庫とか確認できますかっていうふうにいろいろ聞いてたらあったんで、今日買いに行ってきました。皆さんのおかげでこうしてスパイクを買うことができました。本当にありがとうございます。引き続きたくさん見ていただくことで、またこうしてスパイク買えたりとか、皆さんにね、なんかこう返しができるようなことができればなと思っているので、引き続き動画いろいろ見てもらえたらなと思います。いいね。ついに4月1日から九州リーグ開幕します。で、九州リーグちょっと特集らしくて、集中開催があります。土日と連続で連日で試合があるんですけど、今週の開幕も大分での集中開催になります。1日は J リーススタジアム、2日は、レゾナックだったかな、多分レゾナックのどこだったっけな、出しておきます。2日間、連続で試合になるので、ぜひ、入場料無料ですので、ぜひ見に来てください。今年 JFL 目指して、昇格目指して頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。本当壊れにくくしたいんで、なんか修具ってやつがあるんですけど、それをね、ここよくね、この辺結構裂けたりするんで、それをこうなんか接着剤みたいなの塗って、補強すれば壊れにくいってことをね、見たんですけど、ちょっと今日スポーツショップなくて、それが買えなかったんで、また後日買ってちょっと補修しようかなと思います。補
強か、補強しておこうかなと思います。大事に大事に履きたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。開幕戦に向けてしっかり you